リモーネスルガルダは、イタリア共和国ロンバルデア州ブレシア県にある、人口約1100人の基礎自治体。リモーネはイタリア語のレモンのことであり、旅行者には、レモンの土地という印象を抱かせる。実際に、ここでは17世紀半ばに、レモンの栽培が開始され、19世紀末までの200年以上もの、間この地の特産物となっていた。リモーネは温暖な気候だが、レモンが自然に、 生育するほどではないので、レモンハウスと呼ばれる、悲観用の小屋を建て、その中にレモンの木を植え、夏は屋根を外し、冬はレモンの木ごと屋根で覆って、冬を越させた。このレモンは、ヨーロッパ最北の栽培レモンであり、レモンの取れないアルプスイ北の人々に珍重された。現代においても、この地ではは預かながら、レモンが栽培され続けている。ブレシア県東部、 ガルダ湖湖畔に位置する。ガルダ湖北端のリーバデルガルダから、南南西へ 10km、トレントから南西へ 39km、ガルダ湖南西端のデゼンツァーノデルガルダから、北北東へ 43km、ベローナから北北西へ 44km、ケントブレシアから北東へ 54km、州トミラノから東北東へ 131km の距離にある。 隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の VR はベローナ県、TN はトレント自治県所属を示す。イタリアの地震リスク階級では3に分類される。ありがとうございます。